温泉街いま原旅館面不動省入道付近から望む道川温泉号道川温泉とは奈良県吉野郡天川村道川にある温泉である大峰山山上が竹屋四人大峰稲村が竹の登山口で標高約820メートル余りの高地の霊涼な山里に位置する歴史ある純和風木造建築の旅館民宿などの宿泊施設が二十数軒 土産物店、ダラニスケマルの製造販売店13件、その他商店が軒を連ねる。大峰山は、女人近世の主源の山であり、門前町として下記には、山上が竹の座王道を目指す主源者や参傾者で、非常に賑わう。反面、冬季は厳しい寒さに閉ざされる。また関西では、珍しいスロープカーで、入り口まで往復できる、鍾乳道がある。 縁の行者の皇帝、五期の子孫の里とも伝えられる。全国的に、女人近世の山岳への登山口でよく見られたことで、あるが、戦前まで旅館街の一部地域は、遊郭の機能を有していた。毎年8月2日、3日には、行者祭りが催される。島流しにされた縁の行者が後に晴れて、無罪となり帰ってきた際に、道川の人々が歓喜して出迎えた様子を伝える。 記載である。温泉は最近ボーリングで掘り当てたもので、摂氏26度の弱アルカリ性単純泉。神経痛、リュちマチ、筋肉痛、関節痛、運動麻痺、慢性消化器病、冷え症、疲労回復等に効能がある。純和風木造建築の旅館、民宿画の木を連ね、め、銅河温泉郷を形成する。集落の中を、大峰山への山道が通り、 その両側に約20軒の2階建ての風情ある旅館が立ち並ぶ。街外れには、村営の村営道川温泉センターがあり、登山者、観光客に利用される。道川温泉郷から、大峰山の登山口である成城大橋に至る、山道沿いの五大小小乳洞付近の石灰岩層から流出する、ゴロゴロ水は現在整備され、大きな駐車場と水汲み場が建設され、 道川財産区により管理されている。ゴロゴロ水の名称は、縁の行者が大峰山より下山の際にこの地で水を飲み、洞窟の奥より小石が転がるような音がしたところから名付けられた。道川地区は太古の作り山活動による石灰岩の地層の隆起により、カルスト地形が形成され、さらに加工岩質のマグマが干入して、独特の地形を成したが、その後、 森が雨水を蓄え、各所に整列な水を湧き出させるに至った。泉の森、上泉堂、ゴロゴロ水の三箇所は、道川遊水群として、環境省により1985年7月日本、名水百選に認定された。温泉そのものの歴史は浅いものの、大峰港の宿場としての歴史は古く、その起源は炎の渦に従った五期の末裔によって、起こされたと伝承されている。 五大少将入道、ありがとうございます。